映画監督の是枝裕和です。コヨーテ10周年おめでとうございます。新井さんとは結構あちこち旅に行かせていただいてますし、形になっているものもなってないものもありますし、いつかね、映画祭の旅をなんか本にできるといいねみたいな話を新井さんともさせていただいたりもしているので、実現できるといいなと思ってます。最近映画祭以外に旅をしなくなっているので、あんまり旅といって思い浮かぶことも、思い浮かぶ風景が本当に映画祭の会場しかないんですけども、でも なんかまあ監督になって20年経ちますけど、本当に作りながらいつも違う場所へ違う場所へ、次の作品でまた違う場所へっていう風に旅先を変えているので、かっこいい言い方になると嫌なんですが、映画を作ってること自体が日々旅を続けているような、そんな毎日で、また次の作品では別の旅をしたいと思います。